はい、大家好、皆さんこんにちは、くまちゃんです。今日は実はある方とコラボさせていただきます。パチパチパチ、どうぞ。こんにちは。はい、大家好だっけ。大家好。佐久間美穂の美ボディ研究部部長の佐久間美穂です。すごい、曲がった。ということで、今日はね、はい、お友達の佐久間美穂ちゃんをお呼びしました。美穂ちゃんはYouTube で美ボディのための動画とか、あとね、競馬の予想のね、動画を上げてらっしゃいます。そう、実は私たちね、馬女友達なんですよ。そうなんです、うん、今日ね、美穂ちゃんをお呼びしたのは、実はね、ある企画に参加してもらいたくて、その名も日本馬の香港馬名クイズです。イエイイエイ。日本馬の香港馬名クイズ。そう、あの香港でも競馬ってあるじゃないですか。はいはい。で、そこだとみんなね、馬さんの名前が漢字になってるんだけど、確かに日本馬でも香港のレースに行くと大体馬名が漢字表記になる、うん、ということで、まあ、美穂ちゃんにね、ちょっとね、このクイズを出そうと思って、愛があれば解けるっしょっていう感じで。だって全部漢字でっていうことでしょ。そうそうそう。でも漢字が分かれば雰囲気で当たると思うんですよ。雰囲気で。そう。ちなみにね、あの美穂ちゃんが馬娘見てたって聞いたんで、はい、馬娘に出てくる馬たちを選びました。そういうことか。なるほど。だから絞りやすくなったはず。はい。じゃあね、今から早速ね、難易度レベル1の問題を出したいと思います。はい。じゃじゃん。この馬はどの馬だ。分かっちゃった。分かっちゃった。はい。早くない？いいヒントをいただいたので分かりました。うん、これはもうだって主役でしょ。主役。言っていいですか。どうぞ。スペシャルウィークです。ピンポンピンポン。なるほど。そっか。そうです、そうです。スペシャルなウィークね。そうそうそう、そういうことよ。こういう感じね。そう、そういう感じよ。なるほど。あ、余裕かもしれない。よかったね。でも馬娘っていう縛りがなかったらちょっと難しかったですか。なんか馬娘って言われなかったら、最初になんだろう、特別集ってさ、うんうん、あのこうレース名とかの方なのかなって思っちゃって。あ、確かにそうなるかもしれない。ちなみにどう読むの。これはね、特別帳。特別帳。特別帳。かわいい。そんな感じです。ありがとうございます。はい、じゃあね、2問目いきたいと思います。はい、続いてはこちら。ドゥルン。え、もうだって、え、このまんまじゃないですか。そう。え、いいですか、答えて。東海帝王。ピンポンピンポンピンポン。あ、ごめんなさいね、なんか企画崩れになってしまうかもしれない。意外とわかりますね。まあでもね、これはね、一番わかりやすいと思う、正直。だってね、うん、日本語で訳したら。そうそうそう。そうだもんね。この O だけが違うね。確かに確かに。中国ではホアンっていうのが、あの、うん、皇帝とかの意味なので、うんうん、まあ、皇帝イコール王様で、このホアンっていう字が使われてます。ドンハイティホアンって読みます。ドンハイティホアン。そう、かわいい。じゃあ次いきますね。お願いします。続きましてはこちら。ドゥドゥン。あー、もう、あ、ごめんなさい、企画直りになってしまいますね。またもうだって分かったよ。分かっちゃった。いいですか。いいですよ。ゴールドシップ。ピンポンピンポンピンポン。いるもん。本当だ、いる。やっぱね、ゴールドシップ分かりやすいよね。黄金船、うん、うん。中国語では黄金船って言います。黄金船。船。船。对对对。続いてはドゥルン、こちらです。どうでしょう。星。え、うん、星。雲。雲なのか。そうです、これはね、雲っていう字です。中国語って簡体字と反対字両方あって、簡単の方の簡体字で書いちゃいました。どっちで出されても多分わからないけれども。綺麗なイメージの。そう。ヒントはこれを音読みしてみる。わかった。そうか、そういうことか。あ、いいヒントだ。いいヒント。ヒントの出し方うまいね。本当。あって、きた。もう来た。いいですか。どうぞ。セイウンスカイ。あれ、すごい。すごい、ミヤちゃんすごい。どうしてわかったの、スカイだって。え、だってもう馬娘と、音読みって言われたら、あ、セイウン、セイだからで、雲って言ったでしょ。雲は運でしょ。セイウンで、もう空の字見てよかった。もう馬娘っていうヒント出さなきゃよかったのかな。馬娘、うん。出さなきゃよかったのかな。それで一番わかった。ちなみにこれ中国語だと、星雲天空ですね。星雲天空。对，星雲天空。星
ユン、キンコン。すごい、キンコンうまい。今の全部レベル1で、レベル1の問題が4問中4問全部的中してるから、本当にすごいです、みおちゃん。嬉しいんですけど。じゃあまだ上があるの。はい、次からはレベル2の問題です。じゃじゃん、こちら。あ、これはだってもうそのままじゃないか。私的にはレベル2だけど、レベル2じゃなかったから。レベル 0.5 ぐらいだよ。嘘でしょ。え、もういいですか。どうぞ。富士奇跡ですよね。なんで分かったの。大丈夫かな。なんで富士は分かっても奇跡分かんないだろうって思ったけど。だって音読みか訓読みで読めば、うん、分かるかなと思って。さすが奇跡。そうです、そうです、そうです。すごいね。やったちょっと悔しい。ちなみにこれはね、読み方はね、富士奇石。富士奇石。そう、楽しくなってきた。楽しくなってきた。じゃあ次行きます。ドゥルン。あー、最初はわかるんだけど。ちなみにこれ読み方は、もうバイ。中国読んだらわかっちゃう。あ、ちょっと待って、もうわかった。読ませて。うん、どうぞ。読ませて。読ませる。多分当たっちゃうから。中国だと、もうバイマイクンですね。はい、わかりました。先生、確信になりました。はい、どうぞ。メジロマックイーンです。ピンポンピンポン。すごいね。なるほど。いやー、でもすごい。なんで麦コン。これはね、マックインっていうのは人の名前 で、うん、でマックインっていう名前に当て字を使うとき、これが使われることが多いから。そう、メジロマックインもね、この当て字なんですよ。中国語って、あの日本みたいにカタカナとか、そういうのはないから、全部漢字表記なんですよね。なるほど。で、マックインはね、このマイクンの、そう。じゃあね、次に行きたいと思います。お願いします。ドゥルン。どうでしょう。急に難しくなった。あ、でも最後があれだから。あ、なるほど。ごめん、本当に分かっちゃう。はい。え、でもなんでこの、あ、耳だからかな。なるほど。いいですか。はい。私大好きな馬ですね。大好きな馬。サイレンス鈴鹿。ピンポンピンポンピンポン。なるほど。ひよちゃんすごい。え、でも本当に馬娘っていうヒントのおかげ。ちょっとレベル2だと思ったんだけどな。結構字が難しいから。でもレベル2。確かにレベル2。うん。ちなみにこれ読み方は、オーシャンリンロですね。オーシャンリンロー。で、オーシャンリンロー。待って、その さりげなくさっきからさ、トエとかさ、で、それが好き。ごめん。すごい好き。本当。ちなみにこのね、声っていう字で、声の難しい版の書き方ですね。あ、そうなんだ。これ声っていうの。声、これ声。本当だ、声入ってる。そうそうそう。で、無音、サイレント。おー。サイレント、涼しかで鈴鹿ですね。なるほど、うん、声って入ってるもんね。そうそうそう。レベル2のラストの問題に行きたいと思います。はいはい。ドゥルン。この馬だ。もう字が難しすぎるぞ。どうでしょう。ひし、りん。わかった。ひし合ってるでしょ。ひし合ってる。いいですか。どうぞ。だいぶレベル2まで当てちゃいますね。当てちゃいます。ひしアマゾンです。正解です。いや、もうそっか、馬娘って言わなきゃよかった、これは馬娘がなかったら難しかったか。絶対わかんなかったよね。ひしだ騎手のひしはわかった。そんもう読めるかな。でもこれね、実はね、ヤマシュンって言ってアマゾンのことなんですよ。え、じゃあもしかしてさ、ショッピングサイトのアマゾンってこう書くの。中国語表記はこれです。へぇ、そう、あのアマゾン側のアマゾンもこの表記、ヤマシュン。そうなんだ。ヤマシュン、リン、ヤマシュン。かわいい。かわいい。もうどうしよう。次はレベル3なんですけど、ちょっと全問当てられちゃう気がする。じゃあね、レベル3いきたいと思います。お願いします。はい、最初の問題はこちらです。ドゥルン。あ、分かっちゃった。分かっちゃった。嘘でしょ。ありがとう、ウマ娘って言ってくれてありがとう。もうだってもうね、春うららですよね。春うららです。そうです。どうして分かったの。春で分かった。うん、ウマ娘で分かった。いや、なんかここでね、チュンリーでしょとか言ってくれるかなって思ったんだよね。あ、じゃあそれバージョンで撮っとく。中古だとね、チュンリーって言います。じゃあ次行きます。じゃじゃん、この馬だ。あー、待ってよ。あ、多分あれだと思うんだけど、でも後半が、成田でしょ。成田ってきたら成田ブライアンじゃないの。
当たったんかい。ピンポンピンポンピンポン。いやでも本当に成田ブライアンっていう馬を知らなかったらブライアンとは読めない。そうだよね、うん、これもねあのマックイーンみたいな感じでブライアンを中国語読みすると、うん、バイルンブライアン、バイルンブライアンを漢字にするとこれなんですよ。中国語の読み方は陳田白人、陳田白人。そう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 。難しい。そうです。どうしよう、全問正解してる。全部もうこうなったら全問正解したいぞ。さあでもね次はどうでしょうね。まあレベル3ですから。そうですよね。いきますよ。はい、じゃじゃん。神高、え、神高と書いて中国語の読み方は、はい、神音。え、ヒントはこの単語を日本語と中国語以外の何かの言葉で発音してみるとわかるかもしれない。馬の名前ってよくフランス語とかなんかイタリア語とかいろいろ使われるじゃないですか。タカのフランス語なんてわかんないよ。いやでもフランス語じゃなくって超ヒントはスペイン語です。スペイン語のタカが題名につく歌から取ってますこれ。え、みんなわかりますか。さあ佐久間美代さん、ここでギブアップか。いや悔しい。タカ、タカですよ。スペインの歌のタイトル。私スペインの歌そんなに詳しくないよ。いやでもこの歌は日本人でも知ってる。え、スペインぐらいのあの小学校で習う曲の題名にそうこの文字が隠されています。小学校で習うスペインの歌。もう答えちゃうね。え、悔しい悔しい。なに、やった、初めてのみおちゃんの正解。よし、答えは、はい、エルコンドルパサーでした。どう、あどう、エルコンドル、あ、確かに コンドルが飛んでいく。わかりやすいの流すね。でもね、それを歌われていたとしてもね、多分わからない。ちょっと難しかったね。その歌のタイトルがコンドルは飛んでいくだということを、うん、もうあの小学校以来脳みそから出した。そっか、じゃあやっぱちょっとこれはね難しかったね。くっそー悔しい。エルコンドルパサー、確かに言われてみたら、ね、このタカがコンドルっていう意味でパサーが飛ぶっていう意味らしいの。そうなんだ。そうで、このエルはまあザ、ザって感じだね。英語のザみたいな感じで。え、なんで神？まあやっぱ強かったからじゃないかな。あ、そういうこと。そう、強かったから神がついてる。うん、コンドルが若いひらめいてたらね。むずいね。そっか、うぅやられた。はい、じゃあね、次はちなみにラストです。お、ラスト問題はこちらです。じゃじゃん。光り輝く帝王、読み方は地皇冠辉ですね。地皇冠辉。で、これは読み方で分かりそう。読み方よりもこの漢字の意味を考えた方がいいかも。この漢字を英語に置き換えると多分分かると思います。シャイン、ライトじゃない。そう、もうちょっと難しい光。フラッシュじゃない。違う。でもね、多分ね、こっちを先に解明させた方が分かりやすいかも。帝王。あ、なるほど、わかった。わかった。うん、どうぞ。いい、どうぞ。帝王エナジー。ブッブー。ちょっと待って、馬娘に出てくる馬よ。そうだった。馬娘には帝王エナジーは出てない。そうだった。馬娘を今一瞬忘れた。まあ、ちなみに帝王っていう読み方ではない。ないんかい。引っ掛け問題だな。いやでも帝とこのホアンって両方ね、皇帝とか王様の意味じゃない、うん、それの英語はキング。キング、キング合ってるよ。キングで、キングマンボ違う。キングなんとか。キングなんとかです。絶対的にキングなんとか。そしてこの光り輝く、光はいろんな光がありますよね。これはちょっと皆さん多分あんまり馴染みない英語だと思います。馴染みない英語。そう、これもね英語になるの。馬娘に出てくるキャラクターって言われたらもうキングがつく馬なんてあの馬しかないじゃん。あれ、え、キングバンボじゃないんでしょ。大ヒント出すね。はいはい、超良血馬、惜しいレースが結構多い馬ですね。福永雄一騎手が過去に乗っていました。ん、キング、キング、え、全然出てくる気配がないもん。え、だってキングから始まる馬だよ。馬娘に出てくるんだよ。福永騎手が乗ってるんだよ。福永騎手は馬娘に出てこんもん。ちなみにこの馬はもう大ヒントよ。ダービーにも出てました。
待って、キング何何文字ですか？それずるい。一応じゃあ4文字くる。キング最初の文字。いやもうそれはとてもじゃないけど教えられない。でもだって一文字言ったら分かっちゃうんだもん。分かりたいんだよ。最後の文字はいいの？分かっちゃうよ。分かっちゃいたいんだよ。最後の文字は伸ばし棒。キング伸ばし棒。キングヘイロー。正解です。ピンポンピンポン。なんでヘイローが光よ。ヘイローっていうのもこのヘイローってハローっていう風に訳されることが多くて、どういう意味かっていうと五光らしいんですよ。その仏とかイエス様に指してるあの光、はい、あれのことがなんか一応ハローっていうらしくて。知らないよ。五光のことをヘイロー、ハローっていうので、それでホワンホイ。でもなんかね、このキングでいけるかなって思っちゃったんですよね。キングマンボって一回出てきちゃったらもうマンボにね占領されちゃったの、脳みそ。これはいい問題でした。ちょっとね、難しかったかもしれないですね。いい問題です、はい、ということで第1回日本馬の香港名クイズね、みおちゃんは12問中11問正解でした。まあ、素晴らしい。ほぼ 10.5 って感じですけど、ありがとうございます。おめでとうございます。すごい。いや、ヒントが良かった。次回は馬娘っていう縛りなしで、もしこの動画が皆さんに気に入っていただけたら、そうですね、第2弾をやろうかなって思います。面白かった。でも面白かった、うん、やったー、全部答えたかった。いや嬉しいね。なんでね、もし皆さんもこの動画が面白かったと思ったらね、ぜひこの登録ボタンとね、高評価をよろしくお願いします。お願いします。みおちゃんのね、チャンネルも下記にございます。はい、それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。